改めまして世界の聞く完成おめでとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。さあでは、キャストの皆さん、スタッフの皆様にお集まりいただきました。まずは今日作品をご覧いただいた皆様にご挨拶をお一人ずつ頂戴しようと思いますが、まずはですね、これ上映後の舞台挨拶ですので、世界の聞く改めていかがだったでしょうか。では順にご挨拶を頂戴しようと思います。まずは主人公お菊を演じられました黒木春さん、お願いいたします。皆さんこんにちは。お菊を演じました黒木春と申します。そうですね、初めて監督からこういう作品、原田さんと監督がこういう作品があるってこうお声をかけていただいてから3年が経ち、やっとこうして皆さんに見ていただけることができて本当に嬉しく思います。本日は短い間ですがよろしくお願いいたします。黒木さんありがとうございます。続きまして中字役寛一郎さん、お願いいたします。どうも寛一郎です。今黒木春さんが言った通り、最初に撮ったのがですね3年前のラストシーンからなんですけど、そこからもう3年経ってこうやって、劇場で公開することができて本当に嬉しいです。今日はありがとうございました。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。続いて安家役池松壮介さんです。お願いいたします。こんばんは、池松です。今日は、初めての、一般のお披露目ということで最初のお客さんになっていただきまして本当にありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いてお菊の父源兵衛を演じられました佐藤浩市さん、お願いいたします。こんばんは、今日はありがとうございます。ちょっとこの並びが嫌なんで変わってもらえますか。ちょっとこういう舞台でこういう並びはちょっと恥ずかしいんですけど、まあ本当になんか見たようで全く見たことがないそういう時代劇になったと思います。ぜひ皆さん広めてやってください。お願いします。ありがとうございます。そして本作の企画プロデューサー、そしてもちろん美術監督でもいらっしゃいます原田光雄さんです。お願いいたします。皆さんこんばんは。企画とプロデューサーと、美術を務めました原田です。やっと、映画も完成して、感動してます。監督坂本淳二監督はじめスタッフの方々にも感謝し、映画に魂を吹き込んでくださった俳優部の方々にも、感謝しています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして脚本監督を務められました坂本淳二監督です。お願いします。こんばんは。ご覧になった通りです。この後佐藤浩市君が相当面白いことを言うみたいなんでお楽しみに、ごゆっくり楽しみください。なんで俺に振るんだよ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ではここから映画について伺ってまいりますので、スチールの皆さん恐れ入ります。ここからのフラッシュ撮影は一旦お休みでお願いいたします。まずは、この企画プロデュースをされました原田プロデューサーに伺いたいと思いますが、映画業界を代表する美術監督でいらっしゃる原田さんが良い日プロジェクトを立ち上げられてこの映画を企画制作された、まずきっかけについて教えていただいてよろしいでしょうか。プライベートの話になっちゃうんですけど、4年ほど前に、ちょっと自分が大病を患う時期があって、でまあこのもういいや、もうちょっと前に、はい、わかりました。これでいいですか。こんな感じで、はい、どこまで行ったっけ、あ、大病を患うような時期があって、あと世の中がコロナになって、まあ価値観もほぼ崩壊して、でこれからどうやって生きて映画と向き合っていこうかなって考えてた時に、環境問題とかサイクルバイオコミュニティの学者の方と話す機会があって、こういうテーマを、映画の中に散りばめて作品を作って、伝えていくってこと、そういうプロジェクトをまず作りたいなっていうのが良いプロジェクトで、そこの第一弾の映画が世界の聞くを
坂本さんに、お願いに行ったっていうそういう流れになってます、はい、スタートがそこからということですが、本作世界のお菊に込めた思いをあえてこう言葉にするとどういったことになりますか。やっぱり頭でっかちあんまりならないように、環境問題とかじゃなくて、まあ、人間のドラマをちゃんと描いてほしいということと、まあ、伝えていくっていうのがプロジェクトのテーマの一つでもあるので、持続しながら伝えていきたい、あとは分かりやすくシンプルにテーマを、皆さんに伝えるようなことを思いながら作っていただきましたけど、はい、ありがとうございます。そしてそれを受けて坂本監督にプロデューサー原田さんからこの、まあ、今お話しいただいたようなテーマを軸にどのように脚本を作りになったんでしょうか。循環型社会というそのテーマを背負いつつ、まあ、僕自身がその啓蒙的な作品というのは、まあ、苦手というか、自分自身がなんか環境問題とかに意識を持って毎日生きてるわけじゃないんで、やるんであれば、うんこならしますと言って、最初に書いたあらすじのタイトルが江戸のうんこっていうタイトルだったんですけど、はるちゃんを迎えることになってすぐ取りやめましたと。うんこだけがテーマじゃありませんから、当初3年前はるちゃんと寛一郎君を迎えて、淡い恋愛も含めた娯楽作品しなきゃいけないと思って、まあ、コロナ禍で僕自身もうつうつとしてたんで、やけくそで撮りました、あまり受けなかったんで いや本当クソ真面目に撮ったんです。クソ真面目まだダメでしたね、今日はこれで、答えになってますか。大丈夫だと思いますが、はいはい、頑張りました。そういうことです、はい、ありがとうございます。先ほど佐藤さんもおっしゃってましたが、本当に見たことがあるようで全く新しい、見たことがない、まあ、時代劇というふうにおっしゃっておりましたけれども、ロッテルダム国際映画祭のプログラマーの方もですね、今までの時代劇にはない全てがあるというふうにおっしゃって称賛をされていたんですが、監督このような評価を受けたポイントはご自身でどういったところだとお考えですか。いや、うんこに尽きるんじゃないですかね。海外の人の思う時代劇って、やっぱり侍が馬乗って街道を駆け抜けてるみたいな、イメージが大きいと思うんですけど、なかなかこういう地べたの人間、しかもその最下層の、まあ、お相屋という人たちも含めて主演にした映画っていうのは、まあ、今まで見たことがなかったから、そういうふうに言ってもらえたのかなと思います。長屋に住んでいる庶民の時代劇というのは確かに今まであまり見たことがない、そしてテーマも含めて新しいものだと思いましたが、キャストの皆さんにもお話を伺いたいと思います。まず黒木さんに本作の、まあ、脚本を読まれた時はどんなふうにご感想をお持ちになりました。一番最初にお話をいただいた時が原田さんからで、その時はすごく短いシーンしかなかったんですよね。なのでこうそれが出来上がってから何年かしてこう長編としたらこうなるよっていうのを改めていただいた形になるので、その時は私はなんかそんなうんちの話だって知らなかったので、なんかでもすごくロマンチックな話だなって思ってて、青春のものですし、なので楽しみでしたね。どういう作品になるんだろうっていうのが一番最初見た時の思いでしたね。その中でお菊というのはどのように捉えていらっしゃいましたか。ずっと監督がおキャンだおキャンだっておっしゃってて、おキャンと思いながら最初ね、私あんまり聞かない言葉、おしゃまとかは分かるんですけど、どういうことなんですかって監督に聞きながらやってました。監督おキャンというふうに、もう単刀直入におキャンとお伝えになってたということですが、おキャンって言わないですか。私は知りませんでした。おキャン、おキャンって、はい、どういうこと。今説明するの。おキャン、いや、あえてこう声が出せた失う前は、ああいうふうにずけずけと自分の父親にも、大人にも、ああいうこうずけずけと物を言い、活発な
人という意味です。ありがとうございます。うなずいてらっしゃる方はたくさんいると思いますけれども、おキャンね、はい、ありがとうございます。黒木さんはこれまで数々の名作に本当にご出演されてますけれども、その中でも世界のお菊というのはご自身にとってどういった作品になりましたか？でもやったことないと言いますか、その江戸時代で手話がないで喋れないっていうことだったので、それは結構初めての経験でしたね。なんかどういうふうにすればこの気持ちを伝えられるだろうっていうことをすごく考えた作品だったので、それは自分の中で新しかったな。時代劇だけどやったこと、挑戦したことのない役でしたね。あれはもう黒木さんのオリジナルデムイブルを考えられたんですか？そうですね、あとはもう監督がこう言ってくださったことだとかをこう一緒にしながらって感じでした。はい、ありがとうございます。寛一郎さんにも伺いたいと思いますが、まあ、恋あり、はい、青春あり、そして現代にとって大切なテーマも描かれている作品ですけれども、寛一郎さんにまずお話が来た時はどういった印象をお持ちになりました？そうですね、僕も3年前、横にいる原田光男さんからお話をいただいて、まあ、原田光男さんがやってるプロジェクトのことも知ってたし、本当になんか熱意を持って、この作品を一緒に作ってやりましょうということをお話をいただいたので、僕もぜひやりたいですと、まあ、僕も監督が言った通りすごい環境問題に興味があるかと言われると別にそうでもないんですけど、でもこのもう一つの、まあ、テーマであるやっぱ回るということ、うん、世界そして人、うん、まあ、うんちと食もそうですけど、まあ、人が回るということに関しては僕はすごく興味があって、まあ、そういった中で、水尾さんと監督といろいろ話しながらこの映画を作っていきましたね。どんなふうに役を捉えて作品に向き合われたんですか？監督は当てて変えてくれたっていうことで、僕の解釈の中ではその、まあ、中児っていうのは、まあ、ある世代の代表的 なんか人物像、まあ、安家も、佐藤浩市さんが演じた、源兵衛も、石橋蓮司さんが、演じた孫七もそのある世代の何か代表的な、人たちで、まあ、その人たちのなんか立ち位置みたいなものは僕は考えてたつもりではいたんですけどね、はい、ありがとうございます。池松さんにも伺いたいんですが、企画プロデューサー原田さんからこの良いプロジェクトを立ち上げ次の世代にこうつなげていきたいという思いで映画を作られたということを伺って、それに対してどんなことを感じになっていらっしゃいますか？まあ、この企画が第一本目でやっぱりすごい素晴らしい取り組みだと思うんですね。やっぱり自分たちがやっている映画っていうものとその、伝えるっていうこと、それから社会にある問題、そういうものをちゃんとこう結びつけられることができるんだっていうことをこの映画でまずそのこう、見せていけたこと、それがやっぱりすごい素晴らしいなと思いますし、その、まあ、第一弾作品、まあ、原田さんとはいろいろ、いろんな映画経験してきましたけども、なんかとてもいいタイミングで参加できて楽しかったですね、はい、ありがとうございます。そして、佐藤さんにも伺いたいと思いますが、これまで数多くの坂本監督の作品にご出演されてきましたけれども、今作の撮影は佐藤さんいかがだったでしょうか？どのような雰囲気でお感じになったことはありましたでしょうか？まあ、坂本さんのその映画というものに対する取り組み方、やっぱりその中でやっぱり自分が常に学んできたこと、そうじゃないことをやりたい部分と、そこら辺のところの部分の戦いが坂本さんの中にあると思うんですけど、で今回非常にさっきも監督おっしゃったように、お会いやそこに生きるその若者たち、そしてその時代の終わりを悟りながら消えていく者たち、そういうものの取り込み方というのがね、非常に今回は非常に明確に出たと思うし、僕は非常に面白く遊ばせてもらったんですけどね、遊ばせてもらうという言い方は非常に、あれかもしれないけど、やっぱり遊ばせてもらいました。実際に完成した作品をご覧になって、どういったご感想を佐藤さんお持ちになりましたか？
だから非常にこれを海外に持ってくっていうふうに原田 P がおっしゃった時に、あ、面白いなっていうか、でやっぱりそれをこう受け入れるところと、やはりどうしてももう最初からこれがダメだというそういうところがあったり、その各フェスティバルでね、ここまで行っちゃっていいのか分かんないけど、だからそれが僕は非常に面白くて、あ、なるほどねっていう、うん、そこら辺が僕なんか非常に興味深くて面白かったです。日本の時代劇に求めているもの、そしてまあテーマ的なものでの表現としてもね、表現としての、はい、そこへのまあリアクションがとてもまあ興味深いところではありますが、今見ていただいた皆さん、ね、ぜひキャストの皆さんのこう撮影中のことも伺いたいかなと思うんですけれども、黒木さん、貫一郎さん、池松さん、共演されて何か印象深い出来事、撮影、まあ、シーンとはありましたが、黒木さんいかがでした？印象深いところありますか？ありました？印象深いところ。2人は結構一緒にやってますよね。俺はカンとよくやってて、ね、黒木さんとはあんまり会ってないですからね。そうですねありましたけどね、少しだけね。はい、雨宿りのシーンはね、最初は、ね、雨宿りありましたね、はい、あるじゃないですか。ありましたね、なんかありますか、エピソードありますか。さっき僕トイレ、ごめんなさいね、この話でトイレ行ったら、あ、そう、そこのトイレですよね。おしっこしてたら黒木さんがいました。すいません、こんな話、ちょっと恥ずかしかったですけどね。あ、本当ですか、はい、私がいたわけじゃないんでしょ。だって私の写真があっただけで見てないです。お互い、宗介さんと自分のパネルの前でトイレをしてたんですけど右見たら黒木さんがいて、なんか恥ずかしいねって。これはでも撮影のエピソードじゃないですもん今のエピソードですね。まあ、関東のエピソードで言うと、やっぱうんこかかるところがね結構あったから、はい、その撮影終わって、撮り終わって最後2人でお風呂でうんこ流すまでが、ね、1日でした ね、 したね。それがそうなんです、京都の撮影所のお風呂で一緒に風呂を入って毎日帰るっていうのは日課でした ね。それだけもうしっかりついて浴びてらっしゃった、楽しかったですか、それが。あ、ごめんなさい、浴びてらっしゃったってことなんですね。もうついて全身に浴びてたってことですね。そうですね、やってましたね、やってましたね。しかもあれちょっと臭いんです、やっぱ発酵させてるので嫌な匂いがするんですよね。あちらは原田さんがお作りになってるってことですもんね、美術って。やっぱまあ僕は作ってないですけど、その担当がやってるんですけど、はい、あの時はオフ食べるダンボール、最初はダンボールで、次はかかるっていうことになったんでオフで作って、はい、でいろいろ大丈夫ですか、はい、っていう感じで作ってます。止めとけよカツ、ありがとうございます。そうですね、本当にねありがとうございます。印象的なシーンで言うと、すみません、佐藤さんと貫一郎さんがこう川屋の扉越しに会話をするというところ、これ見た方必ず皆さん挙げるその共演シーンになってましたが、佐藤さん、その共演シーンに関してとっても重要なセリフもありましたけれども、いかがでしたか。まあ、扉を隔てたこちら側とあちら側っていう映画の中の表現っていうのは大概こう叙情的であったり、なんか刹那的な最後の別れであったり、そういうシーンが主なんですよ。で、非常にポエムなところなんだけど、今回は片や川屋で息見ながら、その息んだものを待ってる男、それが数ページにわたって会話をするっていうシーンがとっても面白くて、僕はで最後吹くとこまで始末まで前から吹くか後ろから吹く、どっちでから吹くとかっていうのを監督と話しながら、もう本当に楽しかったですね。あれで本より少し長く気張らせてもらったんでね。まあセリフの長さとの関係ですかねでちょっと内側にいて、でああいう話をするというのが僕は非常に面白くて、うん、で最後にその話として世界っていう括りになっていく。で自分は結局世界から置いてかれていく日本人の武士の僕は最後を迎えるわけで、なんかそこら辺のところが非常に僕は面白かったですね。
小さい世界なんですが、人もこう物も循環しているっていうのがすごくあそこで見えてきた、とってもいいシーンでした。ありがとうございます。さあちょっとお時間の関係で続いて、こちらのパートに移りたいと思いますが、映画世界の菊は、江戸時代の命の循環巡りを描いております。現代そして未来へ大切なテーマを運んでいる作品でもあると思うんですけれども、キャストの皆さんに個人的に思う100年後にも絶対に残っていてほしいものをお考えいただいておりますので、こちらで発表をしていただきたいと思います。皆さんにお渡しいたします。はい、ありがとうございます。では順にまずは黒木さんから出していただいてよろしいでしょうか。お願いいたします。はい、どどん。映画と舞台ですね。100年後にも絶対に残っていてほしいもの。はい、まあ、残ってるとは思うんですけど、多分でもね、最近舞台でもロボットがお芝居をしていたりだとか、 AI で作っている映画とかも多分あるみたいで、ちょっとやっぱりやっている身としては100年後も残ってたら嬉しいなって思いますし、やっぱり舞台って見に来てくれる人って結構限られてたりするんですよ。舞台を好きな方とか、映画だとね2時間とかこうサクッと見れる値段ですし、でも舞台ってそうもいかなくて、なので劇場もその舞台の劇場だったりも少なくなってたりしているので、亡くなると寂しいなと思いまして、残っててほしいなと思いますね。この2つ、これがあるのが当たり前でない世の中、私たち知ってしまいましたからね。そうですね、はい、はい、まあ、100年後私生きてないと思うんで、どでもいいっちゃどうでもいいんですけど、はい、ね、そうでも思います。これがここにいる皆さん間違いなく思ってると思います。ね、はい、そうですよね、ありがとうございます。はい、貝次郎さんにも発表いただきましょうか。お願いいたします。はい、DNA ですね。はい、はい、どういうことですか。まあ、これはまあ今回のテーマでもある、まあ、人をまあ受け継ぐっていうことでもありますし、まあ、横に父がいるのであれですけど、まあ、この忌々しいふざけた佐藤家の DNA をですね、100年後も物を残してほしいなということで、こら僕も頑張りたいと思います。はい、今まさにそう受け継がれている方がおっしゃるのはすごく ずしんときますね。はい、ありがとうございます。はい、池松さんにもオープンしていただきましょうか。お願いいたします。ちょっと佐藤家の DNA がこれが迷ったんですが、やっぱこっちかなと思って、はい、平和、はい、はい、これはもう改めて問う必要もないかもしれません。当然あってほしいものですね。はい、ありがとうございます。そして佐藤さんにもお書き深掘りしなくていいんですか今の平和は。平和は大丈夫です。ボルもあれもないですもんね。そうですね、当然と言えば当然なんですが、あえて池松さん何か一言ありますか。いやいや、ないですでもこのここしかないかなと思います。はい、これもね当然あるものではないこともずるいです ね、 ちょっとね。貝次郎さんお答えもちろん DNA でいいですよね、そのままでね。はい、はいはい、ありがとうございます。佐藤さんにもお書きいただきました。お願いいたします。またね凡庸な答えで申し訳ないですけどね、ただやっぱりどうしても役者に尋ねられたらやっぱりこういうことになっちゃうんですよね。で正直言って多分当たり前のように隣の人と一緒にこの劇場で、まあ、小屋で物を見るということが100年後にはやはりなくなっているんじゃないのかな。もう ほぼほぼその個人で配信されたもの、それを自宅の壁かなんかで見る映画、それが当たり前になってしまって、多分劇場って人と一緒に並んで見るんですか、そんな時代があったんですねっていうことにおそらくなってしまうんじゃないかなという一抹の寂しさを感じながらそう思いました。ここに座ってみてリアクションによって感じ方が変わったりする、それが映画館なので残っていてほしいですよね。本当はね、本当はそこでみんなと一緒に笑える、はい、泣けるということの喜びというのがやっぱりだんだん薄れていくのではないのかなという気がしますけどね。キャストの皆さんにお答えをいただきました。皆さんありがとうございます。ではフリップを回収させていただきます。さあということであっという間にお時間が来てしまいまして、最後にですね今後本作を楽しみにされている皆様に、原田プロデューサーと坂本監督そして
作品を代表して黒木さんに一言ずついただきたいと思います。原田プロデューサーお願いします。はい、この映画は大ヒットはしないかもしれませんが、そこは求めてないので、それより一人でも、ね、多くの方々に見ていただいて、それでオンリーワンな評価をいただければ、それを見たこれからの若い映画人やったりスタッフだったりクリエイターが僕も好きにできるんだと、自由にものづくりができるんだっていうようなことに広がるように、残り二十何日かありませんけども公開まで皆さんと一緒に応援していただいたら嬉しいと思います。よろしくお願いします。原田さんありがとうございます。坂本監督お願いいたします。大ヒットしますさせないと、3年前に、10分ぐらい先に撮ったんですね。で、詳しいことは言いませんけど、で2年前にまた10分ぐらい撮ったんです。それは全部そのこの企画立ち上げた原田君の、自主制作として、それに皆さんスタッフも含めてそのこの僕らの企てに乗っかってくれて、で昨年映画業界のからは全く無視されたんですけど、業界と関係のない方から出資を得まして、去年60分うずまさで撮って合わせ持ってやっと今日お披露目ということで、僕だけじゃなくてそのコロナの時期を乗り越えた3年間だったんで、今日本当に皆さん見ていただいて、泣きはしませんけど結構泣きます。結構感動してます。これからもこの作品どうか広めていってください。ありがとうございます。ありがとうございます。最後に黒木さんお願いいたします。はい、スタッフキャストそしてこの映画に関わった人たち全員、映画を愛した人というか映画を愛している人たちが集まって3年かけて作った作品になっております。今日見てくださった方たちには何か伝わってると思いますし、これからですねたくさんの方に見ていただきたいなと思います。愛と希望の詰まった作品ですので、よければね、隣だけではなく SNS というものがあるらしいので、いろんな方にお勧めしていただけたら嬉しいなと思います。大ヒットを願っているようなので、坂本監督のためにも私たちのためにも、でもそれぐらい皆さんに見ていただきたい作品になったと思いますので、ぜひお力をお貸しいただけるとありがたいと思います。本日ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではセンターご覧ください。オフィシャルのカメラがあちら、はい、今撮っているカメラになります。笑顔でお願いします。いつもより変な笑顔になってる。ありがとうございます。ありがとうございます。以上でスチールムービーともにフォトセッション終了となります。さあ大変名残惜しいんですが、映画世界の大きく完成披露試写会の舞台挨拶の方終了といたします。皆様大きな拍手で お見送りをお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。